テクスチャーマッピングされたフルポリゴン 3DCG が織りなす超リアルな世界。そのバーチャル空間を舞台に繰り広げられるファイト、謎解き、そしてアドベンチャー。プレイヤーをグイグイとゲームワールドに引き込む、その迫力と臨場感は他の追随を許さない究極のエンターテイメントワールドだ。このビデオはそんなエンターテイメントの最高峰であるセガワールドの最新話題ソフトを完全収録。君の望むソフトをこのビデオで見つけてほしい。セガビデオマガジン。セガサターン。その32ビットツイン CPU の高速処理によって初めて可能となったハイエンドグラフィックスは、プレイヤーを究極のゲームエンターテイメントの世界へと誘う。ものすごいソフトが続々登場。デイトナー USA。アーケードで絶大な人気を誇る究極のポリゴンレーシングがついにセガサターンに登場。このセガサターン版デイトナ USA にはアーケードの感覚そのままにデイトナが楽しめるアーケードモードの他に、セガサターンのオリジナル機能を満載したサターンモードがある。サターンモードではプレイヤーのマシンを4種類の車の中から選択が可能だ。どの車も性能が違うので、自分のテクニックに合わせたマシーンが選べる。またこのサターンモードでは思う存分レースを満喫できるように時間無制限になっている。さらに左右が反転するミラーコースモードを選ぶと、全コースが左右反転したまま楽しめる。レースの楽しさが倍増する嬉しい機能だ。同時発売のレーシングコントローラーを使えば、まさにアーケード感覚で楽しめるセガサターン版デイトナ USA は6800円で大好評発売中です。バーチャルハイドライド。セガサターンの持つ潜在能力をフルに活用した本格的アクションロープレがついに登場。このバーチャルハイドライドは 3D ダンジョンはもちろん、モンスターアイテムなど登場するもの全てを 3D ポリゴンで表現。さらに主人公などのキャラクターは実写取り込みという、まさに究極のアクションロープレだ。伝説のロープレと名高いハイドライドの世界観を踏襲したファンタジー感覚あふれる物語。妖精たちが飛び交う理想郷フェアリーランドに、魔王バラリスの魔の手が伸びる。360度あらゆる方角から襲いかかる敵との攻防がハラハラドキドキのバーチャルハイドライドは5800円で4月28日発売予定です。翡翠翔伝説アスタル。アスタルは女神様の手で宝石から作られた男の子だ。しかし元来の性格からか乱暴が過ぎ、罰として星に縛り付けられてしまう。そんな時、同じく宝石から作られた女の子レダが悪神の手先ガイストにさらわれてしまう。レダを助けるため封印の鎖を引きちぎり、
アスタルは飛び出していく。行けた。力自慢の小さい主人公アスタルが大暴れするアクションゲーム、それが翡翠翔伝説アスタルだ。どんな巨大な岩や大木もアスタルの手にかかれば軽々と引き抜かれてしまう。敵キャラだって片手でポイッと放り投げられるぞ。セガサターンの回転、拡大縮小、半透明、特殊スクロールなどの機能をフルに活用したグラフィックはポリゴンアクションが主流の中、より新鮮な美しさを誇っている。さらに主要キャラクターには有名声優陣を起用。お子様や女性でも気軽に楽しめるアクションゲームだ。 2P 協力プレイも可能なアクションゲーム翡翠翔伝説アスタルは5800円で4月28日発売予定です。完全中継プロ野球グレイテスト9、試合開始です。プレイボール。ポリゴン&テクスチャーで作られたリアルな球場で実写取り込みの選手たちが白熱したプレーを繰り広げる本格的野球ゲームがセガサターンに登場。打たれてもうた。あー、抜かれたわ。せー、おいおい、嘘やろ。やばいんとちゃうか。この完全中継プロ野球ではリアルな試合展開の他にもう一つの楽しみがある。それはオプションで選択可能な副音声だ。この副音声では関東弁、名古屋弁、関西弁、広島弁、博多弁の5つの方言で試合の応援やヤジを楽しむことができる。打ちにしちゃった。アウト。打たれてしもうた。あ、抜かれた。さあ、ペナント、日本シリーズ、トーナメント、オールスターなど多彩なモードも魅力の完全中継プロ野球グレイテスト9は5800円で5月26日発売予定です。ブルーシード串灘広久伝。大人気漫画家高田雄三の最新テレビアニメブルーシードが新システム満載のロープレゲームとなってセガサターンに登場。このブルーシードでは戦闘はカードバトルというシステムを採用。また戦闘シーンはアニメーションで進行する迫力バトルだ。カードバトルとは手持ちのカードを選ぶことによって攻撃が展開するシステムだ。もちろんカードの組み合わせは各キャラクターによって違うぞ。このカードバトルを有利に展開するためには町やダンジョンでの敵の情報をもとにあらかじめ敵に合った戦略を組み立てておくこと。それぞれのカードの特性も把握しておこう。細かな戦略が勝利の鍵となるカードバトルシステムのブルーシード串灘広久伝は7800円で6月23日発売予定です。ビグロードサーガ。フルポリゴン 3D によるバーチャル感覚あふれるシミュレーションロープレがセガサターンに登場。このリグロードサーガは登場キャラクターはもちろんマップや地形も全てが 3D。 そのため戦術作戦の組み立ても今までのシミュレーションゲームのように平面上のマップで地形を想像しながらではなくダイレクトに行うことが可能だ。もちろんバトルモードも 3D なので画面の切り替えなしにそのまま楽しめる。またプレイヤーキャラたちは戦闘を重ねるごとに新たな技をひらめきによって習得していく。今まで勝てなかった敵もひらめきによって習得した技で倒すことができるようになるぞ。新世代の到来を感じさせるシミュレーションロープレイビグロードサーガは7月14日発売予定です。極上パロディスターデラックス
パック。アーケードで大人気の大爆笑パロディーシューティングがいよいよセガサターンに登場。しかもこの極上パロディウスダデラックスパックは前作のパロディウスダも楽しめる1枚で2度美味しい文字通りのデラックス仕様。時期は1作目が4種類、2作目では8種類を選択可能。どの時期も外見はもちろんパワーアップも超個性的だ。また今回の移植ではボスキャラの弱点も表示される充実ぶり。見た目よりもハードな内容だけに嬉しい機能だね。爆笑シューティングの最高峰極上パロディウスダデラックスパックは5800円で5月19日発売予定です。三国志4、絶大な人気を誇る歴史シミュレーション三国志シリーズの最新作がいよいよセガサターンに登場。プレイヤーは劉備、曹操などの君主となって中国全土の統一を目指す。もちろん状況に応じて進言や不平不満を述べる個性豊かな武将たちも登場。君主の采配一つで様々な展開が楽しめる歴史シミュレーションだ。また随所に実写取り込みによる動画が取り入れられ、戦闘シーンも今までにない迫力が味わえる。戦闘シーンをはじめとしたセガサターン版のグラフィックは必見。マップも衛星写真からの取り込みで超リアルだ。さらに CG は新たに書き下ろしたものを使用。シリーズ最高峰の仕上がりで登場。シミュレーションゲームの老舗光栄が誇る超人気シリーズの最新作三国志4は14800円で4月28日発売予定です。エミットボリューム1、時の迷子。ちょっと失礼します。え、私ですか？アニメーションドラマを楽しんでいるうちに英語が学べる新ジャンルのエデュテイメントソフトが登場。このエミットの特徴は映画の字幕のように登場人物の会話を英語でスーパーインポーズさせることができるところ。10月5日1994年の今晩はユリの母トシコが外出していたため、いつもより少し遅い夕食であった。さらに会話を日本語から英語に切り替え、字幕を日本語表示にすることもできる。まさに物語を楽しみながら自然と英語を学べる。 More rice, please. Why don't you buy a clock at the shopping center near the station? Hello? Good evening.This is Ozawa Yoko. 一流スタッフが勢ぞろいした本格アニメーションも魅力のエミットボリューム1、時の迷子は8800円で絶賛発売中です。時空探偵 DD 幻のローレライ。おや、もう部屋へ戻られるのですか？もっとここでゆっくりしていけばいいのに。全編 3D ポリゴンによるバーチャル感覚あふれるアドベンチャーゲームがセガサターンに登場。悪い、こっちも立て込んでてね。で、何か新しい情報が？ローレライの爆発した日時が判明したわ。1938年4月25日午後5時。第二次世界大戦前夜のドイツ、極秘裏に開発された飛行船を舞台に23世紀のサイキック探偵 DD が大活躍する。この船の乗客名簿を持ってるかい？どちら様かな？あ、いえ、日本の新聞記者ですが、この旅のご感想をお伺いできたらと。至極快適だね。さすがは我がドイツの飛行船だけのことはある。物語はプレイヤーの行動によってストーリーが変化するマルチシナリオ方式。
まるで映画の主人公になったような感覚でプレイが楽しめる CG アドベンチャーです。バーチャルアドベンチャー時空探偵 DD 幻のローレライは6800円で5月発売予定です。柿の木将棋。先手66角。棋士の強さとコンピューターの速さを併せ持つ本格的対局将棋ソフトがセガサターンに登場。先手26飛車が最善です。この柿の木将棋は将棋を楽しむ理想の環境を目指して開発された対局将棋ソフトです。上級者の対局に、また初心者の学習にと幅広く楽しめるように強力な思考ルーチンと豊富な機能を取り入れました。また音声読み上げ機能によって指し手は音声で確認でき、臨場感あふれる対局を楽しむことができます。先手32馬。後手同じく玉。5段階の思考レベルが選択できる柿の木将棋は7800円で4月14日発売予定です。ゲームの達人。このゲームの達人は麻雀、レンジュ、プレイス、将棋の4つの人気テーブルゲームがこれ1本で楽しめるお得なゲーム集。しかもそれぞれのゲームを独立して楽しめるフリー対戦はもちろん、5人の対戦相手を倒す修行モード、世界中の対戦相手と戦っていくワールドモードとモードも多数あり、幅広く楽しめるソフトに仕上がっている。さらにどのゲームも本格的な思考ルーチンを採用しているので、初心者から上級者まで幅広く楽しむことができる。ワールドモードで勝ち抜くとゲームの達人の証が与えられるゲームの達人は8900円で5月発売予定です。制服伝説プリティファイター X。 服兵、看護婦、セーラー服など様々なコスチュームに身を包んだ女の子が日本各地を舞台に暴れ回るコミカル格闘アクションゲームがセガサターンに登場。バトル中はサンプリングされたキャラクターの声が必殺技に合わせて発せられるなど楽しさ満点。またモードも好きなキャラクターで戦っていくストーリーモードの他に、12人のキャラクターの中から1人を選んで対戦する 2P 対戦モード、1人から6人までのキャラクターを選びチームを作って戦うチームプレイモードと幅広く楽しめる。合計20分にも及ぶアニメーションも魅力の制服伝説プリティファイター X は7980円で5月発売予定です。バトルモンスターズ。中世暗黒時代、地球は魔界に支配されていた。魔王によって召喚された全世界の怪物と人間が激闘を繰り広げる格闘アクションゲームがセガサターンに登場。このバトルモンスターズは実写取り込みによるキャラクターたちが得意の必殺技を武器にぶつかり合う驚異の格闘アクションだ。どのキャラクターもゴーゴンの魔女やフランケンシュタインなど個性豊かなモンスターたちばかり。またそれぞれのキャラクターには属性、気象、式などのアビリティ特性に合わせてフットワークや勝利時の感情表現などのモーションが変化する。セガサターン版バトルモンスターズは5800円で4月発売予定です。サターンニュース。シューティングゲームはファンタジーシューティングへと進化した。前後左右360度から来る敵を撃ち落とせ、ドラゴンの背に乗り壮大な世界を旅する。パンツァードラグーン。
すごいソフトはセガサターンから。メガワールド、メガドライブをコアとした惑星群を従えたセガのメガワールド。そして今、新たな超新星が誕生した。スーパー 32X。 メガドライブに装着することによりメガドライブを迫力の32ビットマシンに進化させるパワーアップブースター。新作ソフトも続々登場。カオティクス、メガドライブのソニック・ザ・ヘッジホッグ3から登場したナックルズが主役のアクションゲームが新システムを搭載してスーパー 32X に登場。このカオティクスはプレイヤーが操作するキャラクターの他にパートナーとなるキャラクターがまるでシューティングゲームのオプションのようにコンビを組んで多彩なアクションをこなしていくアクションゲーム。コンビパートナーの組み合わせによってコンビアクションが微妙に変化するので、さまざまな組み合わせを試してほしい。もちろん通常ステージの他にソニックシリーズではおなじみのスペシャルステージも用意されている。 3D 視点のとってもスピーディーなステージだ。ソニック CD で登場したメタルソニックも敵キャラとして登場するカオティクスは7800円で4月21日発売予定です。パラスコード、クォータービュー画面で繰り広げられる爽快シューティングゲームがスーパー 32X に登場。3D ポリゴンによるキャラクターたちが熱いバトルを展開する。このパラスコードではシューティングゲームで欠かせないパワーアップが超ユニーク。なんと敵キャラクターを乗っ取って時期をパワーアップさせていく合体パワーアップだ。もちろん乗っ取った敵によってパワーアップの仕方が変化するぞ。ならではの迫力が魅力のパラスコードは8800円で95年春発売予定です。ステラアサルト、 3D ポリゴンで描かれた広大な宇宙空間を舞台にバトルを繰り広げる迫力シューティングがスーパー 32X に登場。このステラアサルトではシューティング初心者でも上級者でも楽しめるようにプレイヤーが操作できる時期が2種類用意されている。一つは上級者向けの小型戦闘機、加速性能をはじめとした機動性能が高く自由度が高いハイレベルの戦闘が体験可能だ。もう一つは初心者でも安心な中型戦闘機、操縦はコンピューターが自動で行うのでプレイヤーは砲撃に全神経を集中させることができる。2P 協力プレイも可能な 3D シューティングステラアサルトは7800円で95年春発売予定です。三国志4、セガサターンでも発売される大人気歴史シミュレーション三国志のシリーズ最新作がスーパー 32X でも新登場。歴史シミュレーションの老舗光栄ならではの壮大なストーリーがスーパー 32X でも楽しめる。プレイヤーは劉備や曹操などの君主になって広大な中国大陸の統一を目指す。天災や戦争などさまざまな試練を乗り越えていく采配は歴史シミュレーションならではの醍醐味だ。シミュレーションファンにはたまらない魅力が満載の三国志4は14800円で95年春発売予定です。
メガドライブ。セガのメガワールドの中核をなす16ビット世界的標準機。豊富なソフトが何と言っても魅力。ナイトクルセイダー。クォータービュー視点の画面の中で様々なトラップや敵と戦いながら謎を解くアクションロープレがメガドライブに登場。立体的なモンスターたちが激しく、そして滑らかに動き回り主人公に襲いかかる。ステージには様々なトラップが随所に仕掛けられ、パズル的要素も楽しめる。中にはこんな巨大なボスキャラも登場。多関節モンスターの立体感を伴った迫力はスーパー 32X ならではだ。本格アクションロープレライトクルセイダーは7800円で5月26日発売予定です。テレビアニメスラムダンク、強豪真っ向対決。テレビアニメで大人気のスラムダンクがついにメガドライブに登場。桜木が、ルカワがダイナミックな個人技でコート狭しと大暴れする。このメガドラ版スラムダンクではプレイヤーが操作する選手を固定できるセルフィッシュプレイを採用。プレイヤー本人が大好きなキャラクターになりきってゲームを楽しむことができる。また新方式の2サイドフィールド画面を採用。センターライン付近ではサイド画面で、ゴール前の攻防はゴール画面と試合の状況に応じて視点が自動的に切り替わる。メガドライブ版テレビアニメスラムダンク強豪真っ向対決は8800円で4月28日発売予定です。ゲームギア。カラー液晶が魅力のハンディゲームマシン。色とりどりのハードも魅力。クイズギアファイト。いつでもどこでも楽しめるゲームギアならではのクイズゲームが新登場。バーチャル空間に潜む個性豊かな敵とクイズで勝負。頼りになるのはプレイヤーの知性と感性だけ。もちろんカラー液晶のゲームギアならではのビジュアルクイズも多数含まれ、バラエティ豊かなクイズが楽しめる。ステージ数は全部で15ステージ。ボスを含めて8人のキャラクターを相手に勝ち抜かなくてはならない。クイズも2000問を超える数が用意されている。知恵と勇気が必勝ポイントのクイズギアファイトは3800円で4月7日発売予定です。テイルスのスカイパトロール。ソニックシリーズでおなじみのあのテイルスが万能リングを片手に上へ下への王様に。一度やったらやめられない痛快スカイアクションがゲームギアに新登場。このテイルスのスカイパトロールはテイルスの得意技フリテイルを巧みに操作しながら空中を駆け巡るアクションゲーム。上昇、下降、加速、減速、フリテイルでトラップをくぐり抜け、燃料補給アイテムでエネルギーを補給しながらゴールを目指す。テイルスの武器は万能リング。壁を壊す、敵にぶつける、トラップを引っ掛けるなど、この万能リングでいかにピンチを切り抜けるかが攻略のポイント。ゲームギア版テイルスのスカイパトロールは4800円で4月28日発売予定です。テンポジュニア。スーパー 32X で大人気のダンシングアクションヒーローテンポがゲームギアに新登場。このテンポジュニアでも陽気なダンシングアクションは健在。
得意の指パッチンで敵をしびれさせるぞ。またアイテムを取ることで増加するサウンドゲージが満杯になればテンポの得意の踊り攻撃ができる。さらにケイティが一緒になれば攻撃力が倍増するぞ。自由スクロールで楽しさ満点のゲームギア版テンポジュニアは3800円で4月28日発売予定です。スーパーコラムス、大人気落ち物パズルコラムスに新要素を加えたスーパーコラムスがゲームギアに登場。またモードもストーリーモードの他にコンピューター相手に、また通信ケーブルで友達とも対戦できる対戦モード、ひたすら宝石を消しまくるエンドレスモード、変化に富んだフィールドが楽しめるフラッシュモードとバラエティ豊かに楽しめる。従来の6種類の宝石に加え新たに特殊能力を持ったブロックが新登場。短時間でも楽しめるスーパーコラムスは4800円で5月発売予定です。どうも渡辺です。セガサターン版デートナー USA の発売を記念してですね、今日はセガ AM2 店の名越さんにおいでいただきました。名越さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すごい評判なんですけれどもね、移植にあたっては随分苦労されたと思うんですが、その辺の話からお尋ねしたいんですが、移植にあたってはただポリゴン数を減らすとかいうそういう移植の仕方だけでなくて、サターンの能力を最大に生かすようなそういった移植の仕方を今回やってみました。というとこうアーケードからレベルをただ下げるだけじゃなくて、ある分はパワーアップしたところもあるってことですか。そうですね。例えばそれはどういうことですかね。テクスチャーの機能なんか一つ取りましても、サターンの方がオリジナルのモデル2よりも普段綺麗だったりするんですよ。とこれ今見てると分かるんですけどね、これ車体の表面だからね、すごく綺麗にこう書き込まれてますよね。ポリゴン数が減ってもこういうところで細かくすれば結構見れちゃうっていうのはそういうことなんですかね。はい。というとね、僕今ふと思いついたんですけどね、バーチャファイター2なんかもこのサターンのパワー使えば結構綺麗に移植できちゃうかも分かんないですよね。どうですか。私はきっと移植できると思います。いや、お話をお聞きしましたですね。あとですね、操作性なんかどうですか。こだわられたところってありますか。デートナーといえばやはりドリフトの部分だと思います。やっぱりじゃあアーケードそのままの滑る感覚、再生という感じですかね。でもですね、アーケードそのままのハンドリングを移植しただけでは、アミューズメントセンターと違って家庭用ではコントロールパッドで遊ばなきゃいけないという差がありますので、そういう人もいますよね。もちろんハンドル購入される方もいると思うんですけどね、はい、誰にでもそうやって遊べるようなことを考えないと。そうですね。というと完全移植でもダメだったということですよね。はい、なるほどね。ということはやっぱりもう一回やる価値ある。はい、そうですね。アミューズメントセンターで遊んでみたことのある人もそうでない人も新しい発見きっとあると思いますから、ぜひ買って遊んでみてください。はい、名越さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。セガビデオマガジンのご感想やご意見を完成ハガキに書いて送ってください。抽選で10名の方にデイトナ USA オリジナルスポーツタオルをプレゼントします。ご応募お待ちしています。セガビデオマガジン、いかがでしたか。
もちろん来月も超話題のソフトをぎっしりと集めてお送りします。 Enjoy your game life. See you!